次の朝2,000名の武装した男たちがアルファヨームのヤシの林の中に散らばった太陽が天井に差し掛かる前に500名の他の部族の男たちが地平線上に現れた馬に乗ったその軍隊は北からオアシスに入ったそれは平和的な遠征隊のように見えたしかし 全員服の下に武器を隠し持っていた彼はアルファヨームの中心にある白いテントに着くと三日月刀とライフル銃を取り出したそしてそのテントを襲撃したがテントの中は空っぽだったオアシスの男たちは砂漠の外から馬に乗った男たちを取り囲み 半時間のうちに一人の男を除いて全ての侵略者を殺害した子供たちはヤシの林のもう一方の隅に隠されていたので怒ったことを何も見ていなかった女たちはテントの中にとどまって夫の安全を祈っていたので彼女たちも戦いを見なかった地面に死体が転がっていなかったら その日もオアシスは普段と変わらぬ日に見えたことだろう殺されなかったただ一人の男は舞台の隊長だったその日の午後彼は族長の前に引き出された族長は彼になぜ掟を破ったのか問いただした隊長は 自分の部下が長い戦闘のため疲れ果て食料も飲み水もなくなっていたのでオアシスを占領してから戦闘に戻ろうと決めたのだと答えた族長は「それは気の毒なことではあるが掟は神聖なものである」と言ったそして隊長に不名誉の死を命じた 剣や銃で殺されるのではなく体長は枯れたヤシの木に吊るし首にされた彼の死体は砂漠の風に吹かれてぐるぐるとねじれた部族の長は少年を呼び彼に金五十個を与えた彼はエジプトのヨセフの物語を もう一度繰り返したそして少年にオアシスの相談役になってくれるよう頼んだ太陽が沈み一番星が現れた時少年は南に向かって歩き始めた彼はついに一つのテントを見つけたそばを通り過ぎた 一段のアラブ人たちは少年にそこは魔人が住む場所だと教えたしかし少年はそこに座って待った月が高くなる前にアルケミストが馬に乗って視界に現れた彼は2羽の死んだタカワを肩に担いでいた 来ましたよと少年は言った来るべきではなかったのにとアルケミストは答えたそれともお前の運命がお前をここに来させたのか部族の戦争のため砂漠を横断することができませんだからここに来ましたアルケミストは馬から降りた そして自分と一緒にテントの中へ入るよう合図したそれはオアシスにある他の多くのテントと同じものだった少年は錬金術に使われるかまどや他の器具を探してぐるりと周りを見渡したがそのようなものは一つもなかったひとの本と小さな料理用のコンロと 神秘的なデザインのカーペットがあるだけだったかけなさい飲み物を飲みこの鷹を食べようとアルケミストが言った少年はその鷹かもしかしたら昨日自分が見た鷹かかもしれないと思ったが何も言わなかったアルケミストは火を起こしたするとすぐに おいしそうな香りがテントに満ちたそれは水着ぎせるよりもいい香りだった「どうして僕に会いたかったのですか?」と少年が尋ねた「前兆があったからだ」とアルケミストが答えた「風がお前が来る」そして お前が助けを必要としていると言ったのだ風が言ったのは僕のことではありませんもう一人の外国人のイギリス人のことですあなたを探していたのは彼ですその男はまず最初になすべきことがあるのだしかし彼は正しい道筋にいる。 彼は砂漠を理解しようとし始めているからな私はどうなのですか人が本当に何かを望むとき全宇宙が協力して夢を実現するのを助けるのだとアルキミストは言ったそれは年老いた王様の言ったことと同じだった少年は理解した。 自分の運命に向かうためにもう一人の人物が助けに現れたのだったそれであなたは僕に何か教えてくださるのですねいやお前はすでに必要なことはすべて知っているわしはお前をお前の宝物の方向に向けさせようとするだけだしかし 部族間の戦争がありますと少年はもう一度繰り返した砂漠で起こっていることはわかっている僕はすでに僕の宝物を見つけました僕にはラクダ頭とクリスタルの店で貯めたお金と50個の金貨があります僕の国では僕はお金持ちですよ しかしそのどれもピラミッドで得たものではないとアルキミストは言った僕にはファティマもいます彼女は僕のえた何よりも大切な宝物です彼女もピラミッドで見つけたものではない二人は黙って食事をしたアルキミストは 一本の瓶を開け、少年のコップに赤い液体を注いだ。それは少年が今までに味わった中で、最も美味しいぶどう酒だった。ここではぶどう酒は禁じられているのではありませんかと少年は聞いた。悪いのは人の口に入るものではない。 アルケミストは言った。悪いのは人の口から出るものだ。アルキミストは少し威圧的だった。しかし少年はぶどう酒を飲むと気持ちがゆったりとした。食べ終わってから2人はテントの外に座った。月の光が光うと輝いていたので星の光は はっっきりと見えなかった。飲んで楽しんだらいい。とアルキミストは少年が前よりも幸せになっているのに気がついていった「今夜はよく休みなさい」「戦士が戦いに備えるようにお前の心があるところにお前の宝物が見つかる」 ということを覚えておくがよい。そこにたどり着くまでに、学んだすべてのことが意味を持つために、お前は宝物を見つけなければならないのだ。明日、お前のラクダを売って馬を飼いなさい。ラクダは裏切る動物だ。彼らは何千歩歩いても疲れを見せない。 そして突然ひざまずくと死んでしまうしかし馬は少しずつ疲れていくだからお前はいつもどれだけ歩かせてよいかいつ馬が死ぬときかわかるのだ次の日の夜少年は一頭の馬を連れてアルケミストのテントに現れた。 アルケミストは用意ができていた。彼は自分の馬にまたがると、左肩に早さを止まらせた。彼は少年に言った。砂漠の中で生き物のようないるところを見つけて、私に示しなさい。生命の印を見つけることができるものだけが、宝物を見つけられるのだ。二人は、 砂の上を馬に乗って進み始めた月の光が彼らの行く手を照らしていた砂漠で生命を見つけることなどできるのだろうかと少年は思った僕はまだ砂漠をそんなによく知っていないのに彼はアルケミストにそう言いたかったがこの男が怖かった2人は 少年が空に鷹を見た岩場にをたた。岩場いしかし今そこには静寂と風しかなかったどうやって砂漠の中に生命を見つければいいのかわかりませんと少年は言ったここに生命があるのは知っているけれどどこを探せばよいかわからないのです。 生命は生命を引きつけるものだとアルケミストは答えたそして少年はすぐに理解した彼は馬の手綱を緩めた馬は岩や砂の上をかけていった少年の馬がほとんど半時間も失踪する後、をアルケミストは追いかけた オアシスやヤシの木も見えなくなったただ大きな月が頭上にかかり金色の光が砂漠の岩に反射しているだけだった突然、はっきりした理由もなく少年の馬がスピードを落とし始めた「ここに生命があります」と少年はアルキミストに言った。 僕はは砂漠の言葉わかりません。しかし馬は生命の言葉を知っています二人は馬を降りたアルケミストは何も言わなかったゆっくりと進みながら二人は石の間を探した突然、アルケミストが立ち止まると地面にかがみ込んだ石の間に穴が一つあった アルケミストはその穴に手を入れさらに腕全体を肩まで入れたそこで何かが動いていた一生懸命のあまりアルケミストの目、少年には彼の目しか見えなかったは片方に寄っていた彼の腕は 穴の中にいる何かと戦っているようだったそれから彼は腕を引き抜くとパッと立ち上がった少年はその動きにびっくりした彼は蛇のしっぽを手につかんでいた少年も飛び上がってパッとアルケミストから離れた蛇は狂ったように攻撃してきた「シュッシュッ」という音が砂漠の静寂を破った それはコブラでその毒は人を数分で殺すことができた「毒に気をつけろ!と」と少年が言ったアルケミストは穴の中に手を入れたのだからヘビに噛まれたのは確実だったにもかかわらず彼の表情は冷静だったアルケミストは200歳だ イギリス人は少年に言っていた彼は砂漠の蛇の扱い方を知っていたに違いなかった少年はアルケミストが馬のところへ行って三日月島を引き抜くのを見ていた彼は三日月島の刃で砂の上に円を描きその中に蛇を置いた毒蛇は すぐにおとなしくなった心配しなくていいとアルケミストが言ったヘビは円の外には出ないからねお前は砂漠の中に生命を見つけたそれは足が必要としていた前兆なのだそれがなぜそんなに重要なのですか ピラミッドは砂漠に囲まれているからだ。少年はピラミッドの話をしたくなかった。彼の心は重く、昨晩から物悲しい気分だった。宝物を探し続けるということは、ファティマを捨てなければならないことを意味していた。わしがお前を案内して、砂漠を渡ろう。 アルケミストは言った。僕はオアシスにずっといたいのですと少年は答えた僕はファティマを見つけました僕にとって彼女の方が宝物より大切ですファティマは砂漠の女だとアルケミストが言った彼女は男は戻ってくるために 遠くへ行かなければならならいと知っている。それに彼女はすでに自分の宝物を見つけたのだそれはお前のことだだから彼女はお前にもお前が探しているものを見つけてほしいと思っているのだではもし僕がここに留まったらどうなるのですかうん、<laughs> どうなるか教えよう。 お前はオアシスの相談役になるだろうたくさんの羊とたくさんのラクダを買うためのお金も十分に持っているファティマと結婚して2人とも1年間を幸せに過ごすお前は砂漠が好きになり5万本の野趣の木の一本一本を知るだろうそれらは世界が一国一国変わっていくのを 証明しながら育っていくだろうお前は全長の読み方がどんどん上手くなっていくそれは砂漠が最高の先生だからだ2年目のいつ頃かお前は宝物のことを思い出す全長が必要にそのことを語りかけ始めるがお前はそれを無視しようとする お前は自分の知識をオアシスとその住民の幸せのために使う。族長はお前のすることに感謝する。そしてお前のラクダはお前に富と力をもたらす。3年目にも全長はお前の宝物や運命について語り続けるだろう。お前は夜ごとにオアシスを歩き回り、ファティマは 自分がお前の探求の邪魔をしたと思って不幸になる。しかしお前は彼女を愛し、彼女はお前の愛に応える。お前はここにいてくれと彼女が決して言わなかったことを思い出す。砂漠の女は自分の男を待たなければならないと知っているからだ。だからお前は彼女を責めはしない。 しかしお前は砂漠の砂の上を歩きながらもしかして自分は行けたかもしれないもっとファティマへの自分の愛を信じることができたかもしれないと何度も考えてしまうなぜならお前をオアシスに引き止めたものは二度と帰ってこないのではないかというお前自身の恐れだったからだ その時「お前の宝物は永久に埋もれてしまった」と船長は語るだろうそして四年目のいつか船長はお前を見捨てるだろうお前がもうそれに耳を傾けるのをやめてしまうからだ部族の長たちはそれを発見してお前は相談役の地位を解かれてしまう しかしその時にはお前は金持ちの商人になっていて多くのラクダや商品を持っているお前はその後の人生をずっと自分の運命を探求しなかった妄想するには遅すぎると言って暮らすだろう男が自分の運命を追求するのを愛は決して引き止めはしないということを お前は理解しなければいけない。けなもし彼がその追求をやめたとしたらそれは真の愛ではないからだ大いなる言葉を語る愛ではないからなのだアルキミストは砂の上の円を消したするとヘビはさっさと岩の中へ逃げていった 少年はずっとメッカに行きたいと思っていたクリスタル商人とアルケミストを探していたイギリス人のことを思った彼は砂漠を信じている女性のことを思ったそして愛する女性のもとに自分を連れてきた砂漠の彼方を見つめた二人は馬にまたがった 今度はオアシスに戻っていくアルケミストの後を少年がついていった風はオアシスの音を彼らに運んできた少年はファティマの声を聞こうとしたしかしその夜円の中のコブラを見ながら馬に乗り肩にハヤブサを乗せた不思議な男は 愛と宝物について砂漠の女と彼の運命について語ったのだった「僕はあなたと一緒にいきます」と少年は言ったすると彼はすぐに心の中に平和を感じた「明日日の出の前に出発しよう」。 アルケミストはそう答えただけだった少年は眠れの夜を過ごした夜明けの2時間前彼は自分のテントに寝ていた少年の一人を起こすと彼にファティマの住んでいる場所を教えてほしいと頼んだ2人は彼女のテントに行った。 少年はその友人に一頭の羊を飼えるだけのお金を与えたそれからその友人にファティマが寝ているテントの中に入って彼女を起こし自分が外で待っていると伝えてほしいと頼んだその若いアラブ人は頼まれた通りにしてもう一頭羊を飼えるだけのお金をもらったさあ僕たちだけにしておくれ。 少年はその若いアラブ人に行ったアラブ人は自分のテントに寝に戻った彼はオアシスの相談役を助けたことを誇りに思い羊を飼う十分なお金をもらって幸せだったファティマがテントの入り口に現れた二人はヤシの木の間を歩いた それはおきてをやぶることだと少年は知っていたが今はそれも気にならなかった僕は遠くに行くと彼は言った僕が帰ってくることを君に知ってもらいたいのだ僕は君を愛しているなぜなら何も言わないでください ファティマが遮った人は愛されるから愛されるのです愛に理由は必要ありませんしかし少年は続けた僕は夢を見たそして王様に出会ったクリスタルを売って砂漠を横断したそして部族同士が戦争を始めたので僕は アルケミストを探しに井戸へ行ったこうして全宇宙が凶暴して僕を助けて君に会わせたのだだから僕は君を愛している二人は抱き合ったお互いに相手に触れたのはこれが初めてだった僕は帰ってくるよ と少年が言った。今まで私はいつも憧れを持って砂漠を見ていました」とファティマは言ったこれからは希望を持ってみるでしょう私の父はある日出て行きましたしかし母のところへ戻ってきましたそれ以来父は必ず帰ってきます 二人はそれ以上何も言わなかったヤシの林のなかをもう少し歩いてから少年は彼女をテントの入り口まで送った「君のお父さんがお母さんのところに帰ってきたように僕も戻ってくるからね」と彼は言ったファティマの目は涙でいっぱいになった。 泣いているの私は砂漠の女よ」と彼女は顔をそむけながら言ったでもそれ以上に私は女ですものファティマはテントの中に戻っていったそして明るくなってから何年もやり続けている仕事をしに外へ出たしかし ててが変わっていた少年はもうオアシスにいなかったそしてオアシスはほんの昨日まで持っていた意味を二度と再び持つことはなかったそこはもう5万本の椰子の木と300の井戸がある巡礼者が長い旅の終わりにたどり着いてほっとする場所ではなかった その日以来オアシスは彼女にとってむなしい場所になったその日からは砂漠の方が大切になった彼女は毎日砂漠を眺め少年がどの星に従って宝物を探しているのか想像するのだったそして風に乗せてキスを送りその風が 少年の方に触れて欲しいと思った。彼に「自分は生きている」と伝えてほしかった彼を「待っている」と伝えてほしかった彼女は宝物を探しに行った勇気ある若者を待っている女だったその日以来砂漠は彼女にとってたった一つのことを意味するようになった 彼が帰ってくるという希望だった背後に残してきたことを考えてはいけない砂漠の砂を横断し始めたときアルケミストは少年に言ったすべては大いなる魂に書かれているそしてそこに永遠に残っているのだ男は 出ていくことよりも家へ帰ることを夢見るものです」と少年が言った彼はすでに砂漠の静寂に再び慣り親しんでいたもしお前が見つけたものが純粋なものからなっていればそれは決して朽ちることはないそしてお前は必ず戻ることができるもしお前が見つけたものが 星の爆発のように一瞬の光に過ぎなければお前は戻ったとしても何も見つけることはできないだろう男は錬金術の言葉を話していたが少年は彼がファティマのことを言っているのだと知っていた少年にとって後に残してきたものを考えずにいることは難しかった砂漠は 限りなく単調で少年を夢に誘った少年は今もヤシの木や井戸や自分が愛した女性の顔を見ることができた彼は実験をしているイギリス人や自分ではそうとは知らずに教師の役をしていたラクダ使いも見ることができた多分アルケミストは一度も恋をしたことがないのだろう と少年は思ったアルキミストは肩にはやぶさを乗せて少年の前を馬で進んでいたはやぶさは砂漠の言葉をよく知っていたそして彼らが止まると必ず飛び立って獲物を探しに行った第1日目彼はウサギを捕まえて帰ってきたそして2日目には 二羽の鳥を捕まえてきた。夜になると2人は寝具を広げたそして火は外から見えないように隠しておいた砂漠の夜は寒く月が欠けてゆくにしたがってどんどん暗くなっていった彼らは1週間の間進んだかわす言葉といえば部族間の戦いに巻き込まれないために。 守ららなななければならない事柄についてだけだった戦争は続いており時には風が甘いむかつくような血の匂いを運んできた近くで戦いが行われているのだったそして風は少年に前兆の言葉があることそれは常に少年の目が見落としたものを 彼に教えようとしていることを思い出させた7日目にアルケミストはいつもより早めにキャンプをすることに決めたハヤブサは獲物を取りに飛んでいったアルケミストは少年に水の入った入れ物を渡した「お前はもうほとんど旅の終わりにいる。 とアルケミストが言った。お前が自分の運命を追求してきたことに対して「おめでとう」と言おうでもこの旅であなたは僕に何も教えてくれませんでしたねと少年は言った僕はあなたが知っていることを僕に教えてくれるものだと思っていました少し前僕は 錬金術のことを書いた本を持っている人と一緒に砂漠を渡ってきましたでも僕は本からは何も学ぶことができませんでした「学ぶ方法は一つしかない」とアルケミストは答えたそれは行動を通してだお前は必要なことはすべてお前の旅を通して学んでしまった お前はあと一つだけ学べばいいのだ少年はそれが何なのか知りたかったしかしアルケミストはハヤブサを探して地平線の彼方を見ていたあなたはなぜアルケミストと呼ばれているのですかアルケミストだからさでは他のアルケミストが 金を作ろうとしても作れなかったのは何が間違っていたのですか彼らはただ金だけを探しているのだとアルケミストは答えた彼らは自分たちの運命の宝物だけを求めていて実際に運命を生きたいとは思っていないのだ僕がまだ知らなければならないことは何ですか 少年が尋ねた。しかしアルケミストは地平線を見つめ続けていたそしてついにはやぶさが食事を持ち帰ってきた炎の光が見えないように二人は穴を掘ってその中に火を起こしたわしはただアルケミストだからアルケミストなのだ。 彼は食事を用意しながら行った。わしは錬金術をわしのおじいさんから学んだ彼はそれをその父親から学びそうしてどんどんさかのぼっていくとこの世界ができたときまで行き着くのだそのころこの大いなる作業はエメラルドの上に簡単に書かれていた。 しかし人間は簡単なものを拒否し始め論文や解説書や哲学的研究を書き始めた彼らはまた自分たちは他の人よりももっと良い方法を知っていると思い始めたしかしエメラルドタブレットは今も生きているエメラルドタブレットには 何が書かかれているのですか少年は知りたがったアルケミストは砂に図を描き始め5分以内に描き終わった彼が描いている間少年は年老いた王様とあの日2人が出会った広場を思い出していたそれはもう何年も前のことのように思われたこれが「 エメラルドタブレットに書かれていることだ書き終わったときアルキミストが言った少年は砂の上に描かれているものを読もうとしたこれは暗号ですね少年は少しがっかりしていった僕がイギリス人の本の中で見たものと同じように見えますいや違う。 アルキミストが答えたこれはあの2羽の鷹が飛んでいるのと同じようなものだこれは理屈だけではわからないものなのだエメラルドタブレットは大いなる魂への直接の通路なのだ賢人はこの自然の世界は単なる幻で 天国の写しに過ぎないと言っている。この世が存在しているということはただ単に完全なる世界が存在するという証拠に過ぎないのだ。目に見えるものを通して人間が霊的な教えと神の知恵の素晴らしさを理解するために神はこの世界を作られたのだ。それが行動を通して学ぶと私が言ったことなのだよ。 僕はエメラルドタブレットを理解すべきですかと少年は尋ねたもしお前が錬金術の実験室にいるとしたらエメラルドタブレットを学ぶいい機会だったろうだがお前は砂漠にいる砂漠に浸りきるがよい砂漠がお前に世界を教えてくれるだろう本当は、 地球上にあるすべてのものが教えてくれるのだお前は砂漠を理解する必要もないお前がすべきことはただ一つ一粒の砂をじっと見つめることだけだそうすればお前はその中に想像の素晴らしさを見るだろうどのように砂漠に浸りきればいいのですか お前の心に耳を傾けるのだ。心はすべてを知っているそれは大いなる魂から来ていつかそこへ戻っていくものだからだ。